コディは無料のオープンソースメディアプレイヤーアプリケーションで非営利組織である XBMC ファンデーションにて開発されている。Windows、MacOS、Linux といった主要なオペレーティングシステムに対応しており、また X86 や X86 から64、ARM といった複数のアーキテクチャにも対応している。バージョン13までは XBMC という名称であったが、 バージョン14からコディに変更された。40以上の言語に翻訳され利用されている。また、いわゆる10フィーという愛を備えており、テレビや大型スクリーンでの利用にも対応している。XBMC は、もともと初代、XBOX のメディアセンターアプリケーションとして作成されたが、今日では前述の OS 以外にも、Android や iOS、BSD にも移植され、 クロスプラットフォームを実現している。またフリーソフトでありながら、BD メニューに対応しており、まだまだ開発途上とはいえ通常のメニューであれば視聴、可能である。アドミップスアーチ、github.com2011 年10月17日へ閲覧。XBMC's Getting, A New Name Introducing Cody142014 年12月21日へ閲覧。 ありがとうございます。